どうも、シソンヌです。シソンヌです。シソンヌ長谷川です。シソンヌジロです。そして、どうも、東野幸治でございます。お願いします。お願いします。ありがとうございます。いえいえいえ、はい、本当に。いや、シソンヌ大好き。はい。いや、大好きなんですよ。ありがとうございます。いえいえいえ。今回は、東野幸治の大好きなシソンヌライブという、ちょっと自分たちが言うのも恥ずかしいタイトルなんですけど。いやいや、だから、いや、全部ありがたいんですけど、はい、なんか、DVD が出るとか、はい、なんか大阪のチケットがちょっと売れ行きが悪いとか、はい、そうなんですよ。でもそういうに言われたから、いやもうぜひ出させてくれと。ありがとうございます。で言ったんですよ、はい、でやっぱ僕もちょっと、ま、調子乗ってるところもありまして、てっきりテレビやと思ったんですよ。いや全然テレビって聞いて、はい、ほらテレビじゃなかった、はい、なんか大阪チャンネルっていう吉本のチャンネルやって聞いて、はい、まあ大阪チャンネルもありありやみたいなんで聞いて、はいはい、最終的に今日聞いたら、はい、YouTube やって聞いて、はい、転がり落ちていくようですよ。見事な転落を見せまして、逆に怒り心頭というか、はい、子孫の何やと思ってるんだと、はい、ほぼほぼこれ誰も見ないじゃないですか。そうです。これどこで流れるかも YouTube も危ういところらしくて、もしかするとただの思い出 VTR になるかもしれないですけど、同居人のか、はい、ああ、はい、これはい、これもちょっと部屋片付けてくるから待ってて。まだいたのかよ。朝言ったよな、俺帰ってきてまだいたらもうぶん殴るぞって。どこ座ってんだよ、俺のソファーだろ。時間かかりそうだからさ、どっかで時間潰してね。お前どうしたいんだよ、お前なんでまだいるんだよな、どうしたいんだよ。あ、そうか、家賃用意できたからまだいるんだろな。去年の2月分からだから144万かな。家賃用意できたからまだいるんだろお前な。家賃どこにあんの家賃どこにあんだよ、家賃どこにあんだよ、家賃どこにあんだよ、家賃どこにあんだよ。でっけえから出してビクビクしやがって、でっけえ小型犬か、なんだそれ。お前はなんだそれみたいな顔すんなよ。お前さ、俺の気持ちになったことあるか。同居人に何の説明もなく仕事辞めて、仕事辞めたと思ったら今度急に喋れなくなって、それがもう1年以上続いてんだぞ。病院行けっつっても行かねえ、家賃も光熱も一切払わねえ、ずっと家にいる、飯は俺の3倍食う。なあ悩んでねえんだよな。なあって、お前どうしたいんだよ、なんか言えよ。なあって。俺、お前がどんな声してるかもう忘れちまったよ。なあ。なあって。なあって。すげえな。なんか言えよ。演劇見てるみたい。言えるだろ、お前。なんで何も言わねえんだよ。なあ、これの何がコントやねん。一旦来いよお前。コントって言っちゃえばいいんですか。なんだよお前、俺たちこんな関係じゃなかったろ。なあ、確かに熱演嫌なんだよ、怒るの熱演やん。青森からなんで毎晩お前のこと尖り散らしてよ。部屋に戻って俺がへこまなきゃいけねえから。なあって、なんか意思表示しろよ、なんかできるだろう。なあ、なんかしろよお前、なんか言えるだろう。もういい、今日は泊まってっていいよ。なんでこんなコントやろうとしたい。でも明日の朝俺が起きてきてお前がまだいたら本当ですよ。
もう弁護士に相談するわ。なんでこれを選んだの。なんでこれを選って。俺の部屋にうんこあるんだけど。これがやりたいだけど、これをやりたいがための熱演ですよ。お前の。どんなコントやねこれ。うんこじゃねえか。うんこだよやっぱり。予想外すぎてやっぱりちょっとちゃうかなと思って。そう、信じらんないでしょうね。まさかっていう。うんこじゃねえか。うんこだよやっぱり。なあ、あれお前の。なんであれお前のだろ。お前のだろ。俺が今どういう気持ちか分かるか。嬉しいんだよ。この1年2ヶ月何聞いても返さない。何の感情表現もしない。何を見させられてる。そんなお前がやっと自分から俺に何か伝えようとしたんだぞ。その手段がたまたまうんこだったってだけだろ。俺さ、お前喋んなくなってすげえ苦しかったんだよ。でもお前はお前でやっぱ苦しかったんだろうな。毎晩俺に怒鳴り散らされてよ。お前はお前できっと俺に伝えたいことあったんだよな。あ、でもまだお前のと決まったわけじゃねえか。でも誰かが俺の部屋に忍び込んでうんこするか。あれはお前のだよ。俺はあれお前のだって信じたい。なんかさっき見た時をうわっていう感情より先にこう素手で心臓をグッてこう握りつぶされたみたいな、なんか強いメッセージみたいな、なんか俺のこと分かってほしいみたいな、俺だって言いたいことあるんだよみたいな、なんかすごい強いメッセージみたいな感じたんだよな。うまく言えねえんだけどさ。俺のお前も喋ったか。感動的に俺の一年ぶりに喋りました。あれ、うん、俺の、うん、いい久しぶりなんだからゆっくり喋る。あれ、うん、俺の、うん、こやっぱそうだよね。感動的に。あれ、うん、俺の俺は実はもうレインマンと同じだと思ってる。よし、2回言えたな。言えたな。うんこごめんみたいに言うね。ごめん。あ、本当に間違えてた。謝ることなんかねえよ。俺さ、マジで嬉しかったんだよ。お前だって何聞いても一切返さなかったんだぜ。お前が取った手段がたまたま俺の部屋にうんこだったってだけなんだよ。聞いたよそれ。言いたいです。さっき聞いたってこって言いたいです。今まで部屋にうんこされたことあるやつ何人いると思う。本当ごめん。人の部屋にうんこってできるんだな。ずっとできなくて。え、去年の11月に始めしようと思って。去年の11月。お前が俺の、ああお前のボブ・ディランの CD ケースを俺が投げて割った時か。あの時はすげえ悪いことしたなって俺もへこんだんで。あの時支えがあれしかなかったから。無理やり支えてもらってる。あの時ちょうど家賃更新の時期だったろ。お前全然家賃払わねえし、俺ももういい加減金がな。
俺も悪かった。で帰ってきて CD 聴こうと思ったらボブ・ディランの CD 出てきてよ。こいつ何一丁前に立ち上がろうとしてんだって思ったら無性に腹立ってさ。あの次の日出て行こうと思って、でお前の部屋にしてやろうって、でもできなくて。しようとしたけどできなかったってことか。ケツは出したのか。いいだろそれ。で今日が2回目の挑戦だったってわけか。違うの？毎日。去年の11月に挑戦してから毎日挑戦してたってこと？なかなか出なくて。そうだよな、普通の感覚あったら人の部屋じゃうんこ出ねえよな。やることもなくて。他に何かやることあったの？ごめん。そっか、じゃあ去年の11月から俺がいない間はお前はずっと俺の部屋でケツ出してたんだな。あのさ、前の職場で何あったんだよ。いい、分かった、無理すんな。それはおいおい聞かせてくれたらいい。ただ俺、何やねんこれ、お前のことこんな風にしたやつ絶対許さねえから。ハードフルな、決まんならないですよ。来いよ。俺この光景一生忘れねえと思う。俺も。おかえり。今。ごめんな。やっべ、忘れてた。もしもし、ごめん。うん、もう来て大丈夫だよ。うん、はい。お前に言ってなかったけど、俺結婚しようと思っててね。おめでとう。ちょうどお前が喋れなくなったあたりから付き合い始めてさ、だからお前のことを彼女に言ってねえんだよ。どうぞ、開いてるよ。同居人の長谷川、彼女のうんこ、ゆうこ。うん、そう、いらぬ試合してるこいつのことちょっといろいろあってさ、話してなかった。なんかもう目先の前と。でも今日また俺にとって一番の親友になったんだよ。今日は俺たち二人にとって忘れられない一日になったんだよな。うん、そう、奥の部屋が俺の部屋で、こいつは基本ここ。おう、見てきていいよ。どうした？ゆか、ごめんなさい、あれ俺の。ほっとけ。ほっとけ。ほっとけ。なんで怒ってんねん。意味がない。俺の結婚相手にふさわしかったら何か感じ取ってくれんじゃねえか。何を感じ取れるんだよ。親友のお前の意思。うんこだよ。彼女にとってはうんこなのかもしれない。でもあれは俺にとってはうんこだよ。ただのなのかもな。そうなんだよ。よし、今日はうんこ記念日だ、飲み行くか。片付けるよ。日付が変わるまであのままにしておきたいんだ。どういう感覚だよ。ちょっと着替えてくれました。モンスターが、モンスターが、モンスター声のまま、モンスターボイスのまま突っ込んでるんですよね。
片付けてほしい。自分の話ありがとうございました。ああ見ていただきました。なんでなん、なんであれやろうとした。いやあのネタ本当どうやって思いついたか覚えてないですよ。なんか思い、いやなかなかやで、ね、最初の言って。でもあれもううんこで笑いとるからもう恐ろしいぐらいの演技力必要や。雰囲気出して。雰囲気出さなあかんや。頭客もたまったもんやないで。あんだけ待たされて。なんやねんこれみたいな。なんかうんこを言いたかったな。うんこを言いたかってな。ね、いや面白いな食べてみたら。同居人の反応はどうなの？同居人のはでも、うん、やっぱ業界の人の評判がすごく良かったですね。それでだからそれでドラマの脚本を撮ってましたから。そうなんや、はい、これ見に来てくれた人が。なるほどね。これ見てお願いしたわけじゃないよ。いでも同居人のを見て。まあまあそう来てくれたでしょ。同居だからうんこからドラマを撮った男撮ったからいやええと思う。すごいことですよ。